アグスティン・パレディ・シャールはアルゼンチンリオク・アルト出身の男子プロテニス選手 ATP ツアーでシングルス2勝ダブルス3勝を挙げた彼は男子テニス国別対抗戦デビスカップの代表選手歴が長く2000年からデビスカップアルゼンチン代表選手を務め2006年と2008年の2度準優勝を果たした4大大会シングルスでは 三度の三回戦進出が自己最高成績である。自己最高ランキングはシングルス16位、ダブルス52位。右利き、バックハンドストロークは片手打ち。ワインとウイスキーの販売店経営者の家庭に生まれ、4歳からテニスを始める。1995年にプロ入りした後、彼は数年間 ATP ツアーの下部の大会で長い下積み生活を送った。 2000年全仏オープンで初めて4大大会の予選突破し、本戦で前年度準優勝者、アンドレメドベデフとの3回戦に勝ち進む。この後、7月のデビスカップアメリカグループ1プレイオフ、準決勝で初めてデビスカップアルゼンチン、代表選手に起用された。アルゼンチンはカナダに1勝4敗で敗れたが、カリリンがシングルスで、セバスチャン・ラルーを破り、 代表デビューを白帽子で飾った。それから全米オープンでも3回戦に進み、ここでピートサンプラスに挑戦した。この後、カレリーはデビスカップ代表選手として着実な成績を積み上げていく。カレリーが4大大会にデビューした2000年、全仏オープンではフランコスキラーリがアルゼンチン人選手として久々のベスト4進出を成し遂げた。2002年から、 アルゼンチンはデビスカップの最上位カテゴリーのワールドグループ20年ぶりの復帰を果たす。2002年ウィンブルドン選手権でダビドナルバンディアンが準優勝し、アルゼンチンの男子テニス界は一気に盛り上がりを増してゆく。彼りは2003年2月に ATP ツアーでシングルスダブルスの初優勝を遂げ、5月中旬のハンブルクマスターズで準優勝を記録した。 グランドスラム大会に次ぐ規模の大会で準優勝のポイントを得たことにより彼はこの時期にシングルス自己最高の16位となった。デビスカップ2006でアルゼンチン代表は1981年以来25年ぶりの決勝進出を成し遂げた。対戦相手国ロシアのホームのモスクワのオリンピックスタジアムで彼にはダビドナルバンディアン、ホセアカスソ、 フ安ンイグナシオチェラと共に決勝に臨んだ。一勝一敗で臨んだ第3試合のダブルス戦で、カレリとナルバンディアンのペアは、マラトサフィン、ドミトリー・トゥルスノフグミに、ストレート負けしてしまう。第4試合で、ナルバンディアンが勝った後、最終第5試合で、アカスソがサフィンに敗れ、アルゼンチンは優勝のチャンスを逃した。2年後のデビスカップ2008でアルゼンチンは、 スペインとの決勝戦に勝ち進んだが、ここでもカレリとナルバンディアンが、第3試合のダブルスで、フェリシアーノ、ロペス、フェルナンド・ベルダスコの組に7から5、5から7、6から7、3から6で敗れた。第1試合をナルバンディアンが取った後、20歳のフアン・マルティン・デル・ポトロが、第2試合を落とし、アルゼンチンは、ホームコートで波に乗れずに、またしても、デビスカップ初優勝を逃した。 カレリは、オリンピックのアルゼンチン代表選手としても、2004年、アテネ五輪と2008年北京五輪の2度、出場経験がある。アテネではシングルスのみの出場であったが、北京では、シングルスダブルスの両方に出場した。カレリは2010年に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。